機動戦士ガンダムギレナガアクセスの脅威 V、今回は新生ジオンにアムロレイが参加してくるというプレイをやります。難易度は減る。宇宙世紀00791月3日、後に一年戦争と呼ばれる戦いが始まった。地球連邦軍とジオン軍の戦いは熾烈を極め、多くの生命が失われた。人々は戦いに飽き、一刻も早い終結を望んだが、戦いは膠着状態に陥り、その望みが叶うとは思えなかった。だが、開戦から10ヶ月余り経過したこの日、戦いは予想外の急展開を迎える。ジオン国民に絶大な人気を誇るザビ家の末帝ガルマ・ザビが、新たなるジオンの創設を掲げて兵を起こしたのである。地球攻撃軍司令ガルマの突然の蜂起は全世界を震撼させた。さらにこのガルマの動きに宇宙攻撃軍司令ドズルザビが呼応。ザビ家の二人の司令官が連携したことで、その勢力は戦局を大きく左右するほどのものとなったのである。地球圏の戦乱は新たな局面を迎えようとしていた。栄光ある新生ジオンの兵士たちよ、この戦いはザビ家によって引き起こされた。諸君らの親と兄弟、恋人たちの死はザビ家の責任であり、その血縁である私の責任でもある。しかし私は人々の死を決して無駄にはしない。そのために立ち上がったのだ。この戦いに終止符を打つため、諸君らの力を私に貸してほしい。そして共に戦おう。人類の未来のために、神聖ジオンの栄光のために。立派な演説だったぞガルマ。私にはドズル兄さんのような力はありません。しかし僕にだってできることがある、そう思っただけです。いや、俺はずっとお前が俺さえも使いこなすことができる将軍になると信じていた。お前はもっとすごいことができるはずだ。ドズル兄さんは僕のことを買いかぶりすぎです。しかし国民の期待を裏切らないためにもやってみせるつもりです。僕が親の七光だけの人間ではないことを示してみせます。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。ザク高機動型高性能化MS-06R1A をさらに高性能化するべく改良を行う。燃料搭載量の増加と脚部走行を強化することで稼働率を高め、総合性能の向上を図る。グフ重装型の開発。 MS-07B に改修を施した走行強化型を開発する。 B 型ではスワンのみに装備していたマシンガンを両腕に装備し、射撃性能の倍増を図る。グフ飛行試験型の開発。MS-07B をベースに徹底的な軽量化を行い、熱核ジェットエンジンを搭載することでモビルスーツの飛行能力獲得を実現する。シルク療養モビルスーツ陸戦強化。シルク療養モビルスーツの問題点である陸戦能力の低さを解消した機体の開発を行う。両腕のクロウおよび空冷式冷却システムの搭載により陸戦能力の向上を図る。M 型潜水艦の改良。キャリフォルニアベースで入手した連邦軍の大型潜水艦に改修を施し、モビルアーマー搭載能力を持つ新型潜水艦を開発する。弱強行偵察型の高性能化。 MS-06E を改修し偵察能力を向上させた高性能機を開発する。光学機器の強化や機動性の向上により大幅な性能の向上を目指す。ズザの開発。試作モビルスーツ EMS-10 を正式採用する。採用にあたっては評価試験において得られた結果をもとに改修を加える。報告します。我々の志に賛同し協力を申し出ている者がいます。配属先をご検討ください。アムロとブライト。
戦略66ターン。さあ、では新生ジオンアムロやっていきましょう。射撃と反応にプラス6ずつボーナスが入ってます。なので限界 200% の兵器の能力を発揮してくれます。しかもさらに強くなるということで、今回ね、アムロ使うの本当楽しみですね。そしてブライトとハヤト、カイ健在ですね。全員ランク B ですね。他のキャラクターはどうなったのか、まだ連邦に国旗使われてると思ってますので、多分戦場で再開するんじゃないかな。はい、地方部の予算、まあ、S キープでいきましょう。情報を見る、我が軍のですね、技術レベル8811、これわざと抑制的にしました。難易度下げたくないので。で、連邦がオール13、ニュージョンがオール14という状況ですね。まあ、かなり水分けられてますね。まあ、特にネオジオンね、こう高性能なものをかなり作ってます。パーフェクトジオンが作っている、ガルバルでアルファ量産しているとかね、とんでもない状況です。やりたい放題ですね。で、D ザクも作ってますね。で、これ対策に今回生産を行いますね。あと連邦もね、事務会とか作ってますね。かなりやばい。まあ適正低いので配属は出てこないんだけど、まあ、うかうかしてるともしかしてアッシュマーが来るんじゃないかみたいなね、そこまではまだ時間あるんだけど、まあとにかく今回連邦を先に倒したいと思ってますね。まあアッシュマーは怖いからじゃないんですけど、ラスボスがシャアの方が楽しいだろうみたいなね感じなんで、まず連邦を倒してその後ネオジオンという形にしようかなと思っています。生産を行います。ドットを大量生産する。対空攻撃は寂しくなってきましたね。まああまりみんな使わない兵器なんじゃないかなと思ってますんで使っていきましょう。まあマゼラトップよりもね、かなり攻撃力高めですね。まあ補充が発生しやすいんで、高くつく兵器なんですけど、まあ資金も資源もかなり余裕ありますんで、こう潤沢に使ってっていいんじゃないかなと思っております。我が軍の、主力のモビルセットはゴッグとズゴックという状況ですね。そして、エース機はグラブローという感じになってますね。で、この地球方面軍の、指揮をですね、ガルマに取らせて、まずですね、ここですね、大西洋一、これわざと垂らせました。ここでベルファストの前哨戦をやって、その後ベルファストを打開します。ここね、目の上は炭鉱部になってますね。我が軍の本拠であるニューヨークの目の上は炭鉱部なので、まずこれを打開します。そして、まず連邦を先に倒したいんですけども、水際で進行できない地上の唯一の拠点がオデッサです。なのでまずはここを打開します。我が軍は陸戦苦手なので、なるべく早く敵部隊がそんなうちにここを打開するという形にしたいかなと思っております。はい、宇宙の状況、宇宙でもね、まず最初に連邦を倒すつもりです。宇宙における連邦のただ一つの生産拠点はここです、ルナ2ですね。ここを最初に打開したいかなと思っております。部隊数3ってことなんで、敵部隊そうですけども、上空にね、大部隊いるんだよね。70部隊はいるので、おそらくこれが戻ってくるはずです。なので、ルナ2で大規模戦闘を確保しております。はい、宇宙攻撃軍をですね、サイド4と宇宙1を経由してルナ2に進行します。宇宙攻撃軍の状況、バルバロがエース機になってますね。アムロ、これ今回本当にやりたかったこと、バルバロとアムロの組み合わせね。で、もう一部隊ありますね。これガルマ用なんだけど、まあ、ドロサに入れておいて、まあ、スペアやったことにしようかな。とりあえず当面はね。はい、ビグラングにブライト、ブライトのランクじゃなかった、階級注意ってなってますね。つまり指揮範囲が発生しないので、まあ、今回はね、パイロットとして使っていきます。ビグラングはね、モビルスーツもモビルアーマーも乗らない、高性能な幹線乗りのためのユニットですね。なのでブライトにはぴったりなユニットなんじゃないかな。はい、ゲリグ B 型、これね、カイ、ゲリグ B 型はカイに任せてみないかなと思っております。限界 160% なので、射撃反応1211のカイにはちょうどいい感じですね。ズタ量産機にハヤト、ハヤトは今回ね、士気高めの人なんで、この人はこういう量産機をやって、でカイと連携してもらうつもりです。そういう感じです。で、生産を行います。ズタ式キャンキャ4部隊、ガトルを4部隊、まあ、こういう感じにして、防衛のためにね、こういう生産でやってみたいかなと思っております。さあ確認します。宇宙攻撃軍はですね、サイト4、そして宇宙1を経由してルナ2に進行します。ここを打開して、そのうち防衛と地球上空の打開をやるということですね。はい、地球方面軍は大西洋1を打開してベルファストに進行します。さあ、ではやってみましょう。
楽しみじゃないか。今回はね、かなり厳しい戦いになりますよ。はい、対戦1、敵部隊数30。まあサクッと攻略していきますかね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあ一応数は数えとこうか。あ、Dザクいるね。16、17、18、19、20、21部隊、9部隊の X 戦兵器がありますね。ここでね、あの防衛編で300から400部隊くらいは沈めておりました。さあ今回若君の進行は本気だからな。あ、尻底っぽいな。 D 坂来ない。いや、北側に逃げているか。この勝利、我が神聖ジオン国民に捧げよう。やはり D 坂強いな。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。結構しぶとい。さあサイド4取っちゃいましょう。アムロ、うまくやれよ。やらなければ僕がやられていたんだ。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。すげえワクワクする。報告します。月都市より我が軍に対し資金が提供されました。報告します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。無才会ファルメル構成の化しようか。耐久ちょっとだけ上がりますね。380から420になりますね。で、まあ、とりあえず宇宙1に進行します。ただ、北京上空と宇宙5に多少部隊を送っておこう。よし、ではベルファストに進行する。はい、ベルファスト敵部隊数23。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。はい、まず敵部隊の編成、こゲルググ S 型ですね。あとは地獄タイプがいる。地獄いい作ってたんで多分地獄いいじゃないかな。あとは D ザクが多数いて、ガルバルディアルファと、あとゲルグキャノンかな。まあという状況になってますね。まあ、とりあえず我が軍の戦力で一旦で全滅で持ち込むのは難しいので、あの全拠点で倒そう。ここは最も遠い拠点であるロンドンと、あとエジンバラの制圧のために、部隊を移動させておくってことですね。こう回り込んでいこう。地獄医がいるので気をつけていこう。まあ、ゾックをですねロンドンに向かわせますね。よし、戦力をとりあえず引き上げるか。陸戦部隊ですね。これで多分敵部隊移動しやすくなると思うな。で、真ん中のそこを何か送っとかないとな。ゴッグか制圧。まあうまく山岳部に敵を釣れるかどうかなんだよね。うん、こんな風になりましたね。ケンプファイルね。とりあえずここに釣ったら割と美味しいかなと思うんだけど、あとはこの D ザクとか釣れないかな。あ、グフいるね。1ヘクス移動させるか。こんな風にこういう風に置いてみるか。あとこれは囲んでおこう。今仕事させないやつも取るんだよな、ここは。まあとりあえずこれでここは囲んだかなと。制圧用の部隊移動させる。マッドアングラーもなるべく移動させて、さあどんな感じかな。敵部隊はいい感じで釣れてますね。よし、制圧部隊移動させるぞ。とりあえずここを、じゃあこっちはロンドンに向かわせる。あと2ターンぐらいでいけそうですね、こっちはね。ここも次は制圧できる。なるべく戦力をですねダブルに集中させるってことですね。ここは切断しないといけないな。戦力を真ん中に持っていく。マッドアングラー移動させる。索敵 D ザク、さあどんな感じかな。5分の5ターン目でロンドンを制圧できそうですね。グレートブリテンは次の点はなんとかなると、ここ制圧します。エジンバラか、制圧。あと、ここ死守するっていうことと、あと、この3部隊を排除するってことですね。よっしゃ、ガルマ乗り換え。ドア近い、ドア近い、ここを、ね、D ザクに近接しよう。ゲルブ、ここを何としても排除しないといけない。よし。よしよしよし。あ、反撃なし。
新しきジオンを背負って立つ私の戦いを。これはこれね、どうなんだ、いけるのか。やってしまえ。よし、いいぞ、いけるだろう。ちょっと嘘だろ。くぅ、あの工夫。よし、やった。この勝利、我が神聖ジオン国民に捧げよう。いや、難しい戦いでしたか。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。うまくいってくれましたわ。あ、そうだった、そう進行したんだ。何を衰えているのか。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ベルファストは気が抜けた的な ね、なるべく時間稼げればいいかなと。戦闘を中断します。うん、十分時間稼ぎました。はい、宇宙一連邦の数24部隊だ。囲まれやしないだろう。サンプキグランゴを前に出す。アムロ、うまくやれよ。まあ、とにかく事務会を通して敵部隊を引き込めれば。リーダー発動するかな。発動しない。あ、ちょっと待って、不調じゃないの。リーダー出してほしかった。囲まれそうじゃないか。うーん、ザンジバルこんな感じだったか。いや、これアムロがやってくれると思ったんだよね。とりあえずここは一回こっちか。来るのか、仕留めてみせる。うん、まあ弱めですね、こっちはね。まあでも大丈夫だろう。よし、格闘反撃なしか。アムロさん不調ですかね、慣れてない。うん、とりあえずこれ事務会が一部隊目か。これも大体そんな感じ。アムロどうするかな。とりあえずここ制圧します。これやってもらおう。裏で近接索敵しちゃう。そこ打ちます。突き揺れ、敵部隊がさらに来るから、ここ気をつけたいですね。かくらん、カイとハヤト君送る。アムロ、うまくやれよ。やっぱ調子悪いみたいだからね。よーし、リーダー無限の攻撃に集中しろ。抜け抜けと、よくもまあ。いや、引き上げていくか。ブライター前に出す。お前は兵器の性能を当てにしすぎる。戦いはもっと有効に行うべきだ。何言ったな。僕にはあなたが。ああ、憎んでくれていいよ。よしよし、ズタか。あのカイとハヤトの関係じゃないの、もしかしたら。体制決しましたね。ご采配をお願いします。さあ、ここまで攻略うまくいってますね。このターンでですね、ヨーロッパさんに戦力を送ります。で、揚陸になるんですけど、ちょっとね、状況的に特殊な感じで、敵部隊数17かな、ね、で、ヨーロッパ2がこうネオジオのエリアになってて、なので、連邦軍はこのエリアには退却できないんだよね。そういう状況になってますね。で、やつらロックしてる感じなので、ここは放置すると。なので、ヨーロッパさんを打開して、ヨーロッパ1、そして、オデッサという形にしようかなと思ってますね。状況的におそらくヨーロッパさんは敵を全滅を狙うことになりそうです。
さあ、まあ宇宙の状況ですけど、このターンで、宇宙一打開できますね。で、その残党がおそらくルナ2に引き返してくる。まあ依然として部隊数3ということで手薄なんですけど、北京上空の部隊、連邦軍30部隊ね、これの足止めを絶対に行わないといけないですね。これを野放しした場合、ルナ2に戦力を送られるということですね。なので、まあどんな犠牲を払っててもここで、北京上空の敵部隊を足止めかけます。はい、ヨーロッパ3敵部隊数15、まあ、とりあえずあの事務海外って、陸戦型ガンダムがいますね。あとは水陸両用機がいるっていう感じですね。さっきも言ったんだけど、あの特殊な状況でして、こっちの右側のヨーロッパ2の方がネオジオンなので、連邦の退却ルートヨーロッパ1方面だけなんですよね。なので、敵をですねこう閉じ込めやすいっていうことですね。だからあの可能な限り全部倒す。ロックここをグフ制圧に使っていきましょう。よし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 、いいぞ。ここを沿岸制圧する。マドリードは次の段制圧。さあどんな感じかな。敵の退路を塞ぎたいね。ここか。ガルマをドア地下に乗り換え、ガルマ移動させる。あ、陸戦型ガンダムは射撃能力低めなんで大丈夫です。さあ連邦を退却している部隊は右往左往する。ユーカ島かわいそうにここで討ち死にか。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の掃討戦に移行します。うまくいきました。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。あ、いいのかいいのか。いや、よくない。ネオジオンが一部隊増えた。戦闘を再開します。なんだ、どんな状況だ。いやいや、ジオンが来ちゃったぞ。ちょびとくこの圧力結構当ててくるね。怖いなこれ。戦闘を中断します。よし、宇宙一取るぞ。よし、よし。ちょろいもんよ。まあいい功績になったんじゃないかな。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。戦闘を再開します。ここはまあとにかくなるべく時間を稼ぐっていうことだ。いつまで続くのか。あ、レベルだ。辛い戦いだな。すぐに終わりにしてやるさ。戦闘を中断します。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。高機動型ザク、高機型。はい、じゃあ R2 見てみますか。これは基本的にはね、あの武装 B バザカ装備で運用しますね。今回はあのズダ量産機の後継機として使っていくつもりです。大体ね 1.5 倍くらい強いですね。耐久も運動も攻撃力も大体そんな感じですね。っていうとなんか異様に強いような気がしますけどね。まあ何と比べるかによって物の評価って変わってきますけど、弱点はねコストが高すぎて量産に向かないことですね。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。戦略69ターン。我が軍の主力である地球方面軍が今ヨーロッパ3におります。これを今回はまず2つに割ります。陸戦部隊と潜水部隊を2つに分ける。陸戦部隊をまずここですね、オデッサに進行させます。ここは陸戦メインになりますのでなるべく早く落下しておきたい。我が軍は陸戦苦手です。で、主力虎の子の潜水部隊を、大西洋2を経由して、インド洋に送ります。そしてキルマンジャロとマドラス、この連邦の2つの拠点を陸と海から潜水部隊と陸戦部隊で攻撃する戦略。そして、宇宙船はルナ2への進行がこのターンで始まります。それなりの部隊数になりそうですね。前回足止めをかけた連邦30部隊、これが北京上空におります。ルナ2を打開したらアメリカ上空から地球上空の制圧を始めて、最終的にはこいつらを倒す。レビルもこの辺りにいましたね、という感じですね。さあではやってみましょう。今回は連邦の拠点をガンガン取っていく。
さあやりますか、ルナ2攻略戦。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあとりあえずまあ見たところ感染多数ですね。あとあガンダムがいるね、うん、アレックスじゃないか。なるほどね、という感じ。あとは事務会多数ですね。造園も来ている。よし、じゃあやりますかね。アムロをなるべく前で制圧用なんですが、このターンで決まるかどうか怪しいですよね。造園が来そうなんで、まあ、一応全拠点準備しよう。ここやりますか。まずは索敵して、事務会2部隊ボール、これ1部隊目事務コマンドだと思うんだ。事務これはそんな強くないですね。で、うん、やっぱアレックスなんでこれはかなり強敵。ゲルググとズタここまでいける。ここだな、ゲルググとズタここに置くしかないな、うん、ぶつけよう、ぶつけます。ブライトでやるしかないわけか。ってことはこの辺かくらんね。でブライトはこれ、いや未来じゃねえか、ブライト対未来見れますよ今回。哲学など語っている暇はない。笑い事じゃないけどさ、あれ結婚するで確かね、戦後ね。あ、いやでも早い早いよ、こういう時慌てた方が負けなのよね。とりあえず1部隊目のクリスだけでも倒してしまいたい。いけるかな、倒せなくても退けるくらいは。おータックルいったー、さすがハヤト。やった。私じゃこの機体は使いこなせないってこと。そういうことです。来るのか、仕留めてみせる。リーダーが出るかどうか、リーダーが出てくれれば。ちょっとなしですか。アムロさんナメプですか。手堅くいくんじゃなかったのか。アムロ囲まれそうです。とりあえずここ制圧。未来こっちに来てるのか。真ん中手薄になりつつありますね。で事務会が突出してきた、今ここ狙うチャンスだね。アムロ行きます。よし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 、半分くらいまで減らしましたね。いやでもバニングを倒すまで至らない、必要に未来を追い詰めていく。やったー。あーブライト。さあオデッサ敵部隊数21。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まず増援、あ来てるね。敵部隊の戦力通常兵器多めですね。これあの後ろあのファーストロットのガンダムタイプじゃないかな。さあどんな感じだろう。うん、航空機かな。うん、コアブースト3部隊来ているんで、とりあえずおとりには食いついてるっぽいな。それコアファイターじゃ、コアブースターなんでそんな大したことない。ガンダム釣れないかな、次のターンあたりでこの辺に置いていくか。コアブースター3部隊、よしよし、セーバーフィッシュ、コルベットブースター。シミュレーションで完全に覚えているつもりなのに、セーラだ。 G がこんなにすごいなんて。初期型ガンダムっぽいな、なんとなくな。あ見えなかった。南側にくっついている。ここでやるか。はい、あ普通の陸戦ジムか、なるほど。じゃあそんな強くないな。で舐めたかかると痛みに遭うっていうね。振り替えドワンチガルマー。甘さを捨てた私には不可能などない。反撃なしみたいですけど、よしよしよし、本当はガンダム来る可能性あり。よしこのターンでガンダムにダメージ与えたいところですか。これ事務キャノン突出してきたんでここ撃ちますかね。そしたら、まあ、手数の問題でアダムに消そうかな。あいやちょっと残るか、数的にね。ガンダムのところね、まああり合わせだけど。あでもガンダム倒しましたね。よしよし、あこのターン制圧なんかいけるかもしれんな、これな。報告します、我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。予想がね、一旦制圧。さあアフリカにここは敵を足止めする、大したことなさそうですね。
まあ、制圧して、まあ、ちょっと様子見ておこうかなと。よし、ルナツどうぞ。敵部隊ボコボコにしたんだけど、増援来たね。感染が多いの厄介ですね。とりあえずこの地球上空方面の、拠点をまず死守するっていうこと、あとは、こっちの、サイド6方面の拠点にズダを向かわせる。次のターンでこう制圧できる。で、ここは別のユニットに任せよう。F2 あたりで。っていう感じにしよう。そして、ここにアムロがいるんだよね。で、まあ、これうまいこと使って、だからここに何か置くってことだ。うん、バルバル置きましょう。で、これをシャットアウトするってことはね、可能な限りアムロはここで敵を倒すぞ。ここ叩きましょう。まずサラミス。よし、いいぞ。F2 活躍シーン。さあ、真ん中にジムが戻ってくる。とりあえずでこの2部隊ですね。この2部隊をこのターンで何としても倒す。ジムが近接してくる。まあ、カイト、ハヤトなんで多分大丈夫だと思うんだ。制圧で散布、制圧。よし、これであと真ん中だけ。たかがこの程度で。よし、あとはシャットアウトしてるから。さあ、カイたちですよね。これどうするかな。倒してもいいんだけど、念のため防御するか。ここで打ち死に嫌だからな。よしよしよし、やったー。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。いやー、きつい戦いだったね。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。うまくいきました。はい、北京上空敵部隊数31。戦闘を再開します。まあ、ここはずっと足止めかけておりました。こういう状況、まあ、ジムタイプ多いですね。ここは全部倒すぞ。で、ね、大体拠点半分は制圧したかな。インド上空方面と、あとアメリカ、いや違うな、いいのか、北米上空方面の拠点と、あと中央の拠点、この3つを取らないといけないと。まあ、とりあえず北米上空方面は取れるけど、インド上空方面の拠点、ここ取れるかどうかかなり怪しいかなっていう感じですね。この2部隊をとりあえず迂回させようかなと思いますね。力いこうかな。なるべくこう右側に敵を誘引したいんですよね。だからこっちに置きますか。こういう風に置こう。おとりだ。で、ここにドルスを置くわけなんだが、このターンいけないから、ザンジバルでいいかな。ここ制圧、散布、可能な限り散布していきます。次のターンでドロスをここに置きます。で、これジム邪魔ですね。そのジム邪魔だから、これだけは倒しようか。アムロをですね、真ん中のそのジムを倒すんだけど、敵部隊、敵の主力をかすめるようにして移動させようかなと。まあ、とりあえず敵倒す。でうまいこと敵部隊が誘導されてくれるか。よしよし、いいぞ、右側にね。で、このまま、アメリカ上空方面に敵を釣りたいと。このコムサイとかで中にズダ入ってますね。でアムロは真ん中、次のターンでここに向かわせる。でズダは制圧のために移動させる。さあ、どんな感じかな。よしよし、いい感じだね。狙い通りの感じ。わざと撃たせました。で、インド上空方面に近寄らず、とにかくここですね。策的攻撃。来るのか。仕留めてみせる。ここやれないと話は変わってます。よし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 。さあ、どんな感じかな。うん。狙い通り。はい、全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。サイコガンダムいるな。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。さあ、キリマンジャロ、
敵部点数20個。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。インド洋からの増援が来てる感じですね。事務会が多数、あと事務スナイパー2がいるという感じ。敵主力は事務会ですね。かなり強敵なので気をつけたいという感じらしい。あと先制部隊も来てますね。で、我が軍主力は、アフリカ1方面からですけど、制圧部隊をですね、アフリカ3から移動させました。たくさん来てますけど、これは1ターン目でこの拠点を制圧するためですね。戦略ラインを伸ばしたかったので航空機をたくさん持ってきました。で、あとゾックをインド洋方面のこの海洋の拠点に向かわせる。ただね、ここ山岳なんで、ね、これ踏破するために一工夫必要。マズラトップで戦略ラインを伸ばしつつ制圧に向かいます。で、あとはここ全部退却しますね。敵部隊の積極性を上げるためです。あと制圧部隊を無視されてほしいので退却。はい、とりあえず敵増援が近辺にいるこのソマリア沿岸南部の拠点、ここにうまいこと制圧部隊を移動させられるかっていうことです、ね。まあ、とりあえずグフ向かわせますけど、この戦略ラインを切ります。敵部隊はですね、この戦略ライン沿いではなくてこの三角地帯に誘導したいと。制圧、さらに制圧部隊を移動させる。ビクトリア湖沿岸の拠点、さあうまいこと言ってくれるかな。もらった。なるほど、こういう感じになってますね。敵部隊をうまいことこう切断できるかな。ここかな。そしたらこのなんだ、ビクトリア湖か、ビクトリア湖側から戦力をこう送ってければいいか。ガルマが危ないですね。どうするか、戦力を乗り換えて、戦力をどこかに、でガルマ乗り換え、ドア近い。このファットアンクルで南側目指すと、ここでは危ないけどね。まあいいか、シャンプーしようか。ゾックの移動、戦略ラインを伸ばす。さあどんな感じかな。あ、敵部隊いい感じで移動している。さあ耐えろ、あ、音にくっついてますね。いい感じだが、ファットアンクル音にくっついてる感じですね。とりあえず拠点の上に乗れるんだよな。ドア近い、行けるな。ただ危ない、かなり危ない。どうするべきか。とりあえずトップここに置く、確保しよう。ここは確保するべき。ここに来てほしくないから、こんな感じしようか。そこにも何か、こんな感じしよう。策敵できない、ここに送りましょう。ガルマこっちに送りましょう。制圧する、土台移動させる、こうか。隊列はこうだね。さあうまくいってくれるか。事務会倒してしまう。いけそうだろ。よしよしよし、ガンタンク、これは射程1の対地攻撃なんで大丈夫。さあガルマは無事なのか、制圧うまくいけるのか。防御、おとりにくっついてる感じだな。マズラトップ狙われてしまったか。きっと僕の活躍で基地の仲間も大喜びですよ。頭温かい。このターンで制圧できたんだけどね、ここね。次のターンだな。まあ、とりあえずこの拠点を取るためにどうしてももう1ターンかかるので、まあそれはいいか。だからこのターンで何としても生き残ってもらうってことですね。ガルマをここに移動させるのはさすがに危ないから、まあグフを移動させておけば多分大丈夫だと思うんだ。次のターンでね、必ずこのターンで制圧する。ガンキャンは D ぐらい倒しますかね。せっかくだからドム活躍シーン見ますか。ランバドム活躍シーン、色がなんか神経臭い気がするんだよね。さあこの攻撃に耐えるんだ。やはり狙ってきたか。よしよしよし、制圧、制圧、グフ頑張った。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。うまくいってくれた。
報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。さすがに厳しい戦いだったな。はい、マドラス敵部隊数34。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。キルマンジャロを攻略したガルマの主力が到来する前に事前攻撃を行います。まずここですね、ハイデラバード、この拠点をまずマズラペースで取ります。そしてこのハイデラバード南部に広がる山岳と森林の広がる地帯に敵部隊を誘導して足止めをかけます。この戦略ラインを切ります。制圧していく。ズゴックを制圧のために向かわせます。でここがね、あの山岳になってるんですね。だからこの北側のマズラトップで戦略ラインを伸ばしてこの山岳を踏破します。でこの戦略ライン、これ必ず切っておく。こう北側に誘導したいからね。さあ誘導されるか。よしよし、いい感じ、いい感じだね。こう制圧します。こう死守していく。次のターンでここ取れる。これ陸戦型からの道部隊を倒さないといけない状況か。よし、取っていく取っていく。陸戦型からこれ絶対倒しちゃう。よしよし、さあうまくいくかな。うん、うまくいったじゃないか。あ、ちょっと待てよ、ガルマが来る前に制圧全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の掃討戦に移行します。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。予定よりもうまくいきましたね。あ、ハヤト昇格しましたね。はい、戦況今回ね、連邦の拠点を4拠点取りました。で宇宙でも倒したので多分合計100部隊以上倒したかな。かなり連邦の勢力が退潮してるかなという状況。まあ、その代わりこうネオジオンが伸長してきましたね。我が軍の、オテッサーにも周辺にかなり侵攻されてます。まあ、ただ防衛多分大丈夫だと思います。連邦の拠点はあと残り2つですね、トリントンとジャブロー。なので次回やつらにとどめを刺すぞという状況。宇宙もこういう感じですね。で、まあ、これだけご報告。前回進行してきたパーフェクトジオングね、まあ、物資ゼロにして転がしてありますよという感じです。はい、じゃあ今回はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。戦略76ターン、今回は残った連邦の2つの拠点トリントンとジャブローを打開します。でまずトリントンですが、部隊数39でさらに作ってるってことで、まあ、40超えてくる。でしかもガンダム部隊がゴロゴロしてるわ、パワード G までいるわってことでとんでもない状況ですね。正面からやったらまず勝てないかなという状況です。まあいつも通り一歩守りたいと思っております。トリントンの攻略に当たってはオーストラリア1と2から強撃するつもりです。で無事トリントンを打開したら、太平洋を経由して南米に進行するわけなんですけど、ここですね、ハワイをかすめる感じなんですが、ここねかなり特殊な状況でして、ここはネオジオの拠点なんですけども、あの連邦軍が攻略作戦を実施したが撃退されて、で一部隊だけ関係の2で粘っているという状況。だからロックされている状況ですね。で連邦を倒すとこのロック解けますので、まあ、それはさすがにもったいないので我が軍も部隊を送って戦闘渋滞を継続するつもりです。ここは交錯するという状況です。そしてジャブロに進行して連邦を倒すと。今回は宇宙の状況、宇宙の連邦軍もかなり退潮しまして、かなり勢力薄くなりましたね。薄くなった連邦軍を挟んで我が軍とネオジオンが対峙している状況です。で今回はネオジオンに対する防衛戦発生しますけども、消極的に防衛します。っていうのもなるべく宇宙のネオジオンにこうプレッシャーをかけたくないので、宇宙は手薄になってもらいたいかなと思っております。なので宇宙攻撃軍は、北京を刺激して、まあ、地上で生産やってほしいかなと思っております。まあ、そんな風に宇宙攻撃軍は動いていくという状況です。さあではやっていきましょう。今回も激しい戦闘が繰り広げられる。はい、トリントン攻略戦、敵部隊数40。
敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。事務会多数ですね。主力は事務会、あとは間接攻撃は5名かな。事務スナイパー2がいて、あと陸戦型ガンダム、ガンキャノン、量産型がいるという状況だし、増援も来てますね。さあ、このターンではこの2つの内陸の拠点の間に位置する三角地帯に敵部隊を誘導する、これがメインですね。で同時にですね、この2つの拠点、メルボルンとこう首都には南部の拠点、今回内陸からの進攻なんですけど、この2つの拠点を制圧するのが難しい。なのでこの2つの拠点は最優先で制圧する。ただしここの内陸の拠点は無視します。なんでかっていうと、敵部隊の誘導の邪魔になるので、この辺りに誘導したい。抵抗になる部隊を角に置いておきます。で制圧部隊はゾックですね。この制圧はもう行わない。次のターン、よく開けた次のターンで敵部隊は強撃しますけども、その時に制圧します。でこのアデレードからこのゾックを海に出す。はい、敵部隊がこう散ってますよね。だから内陸に部隊があると散っちゃうってことなんだよね。だからなるべくすぐに海に出る。少し引き込むぞ。あ、倒せなかった、倒されなかったのか。でアデレードから海に出ると、バッドアンクルはこの辺でも置いておきましょう。メルボロン、昨日には南部に次のターンで行けそうだ。あ、はい、オーストラリア1位。何閉じてるんだ。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。あ、舞台送られてきたんだな。なるほど、陸戦型ガンダムが、まあでも大したことないと思います。大丈夫だと思う。敵部隊が退却しました。我が軍の勝利です。戦闘を再開します。さあアメリカ上空はアムロが来ております。ね、今回初めて見るね。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。報告します。月都市より。さあでは進行するぞ。ね、ハヤトをね、今回ドームに乗せようと、ドームにキャラクター乗せるなんて何考えてんだっていう風に思ったそこのあなた甘い。我が軍の最新鋭のモビルスーツはドームなのです。まあとりあえず命中を開けてくれればいいかなと思いますね。回数は伸びないけどね。あとは回はね、こいつをやらせようではないかと。さあではトリントン、このターンで制圧する。戦闘を再開します。部隊の合流も兼ねているので、まあ、可能な限り部隊を集めましたね。で、とりあえず主力部隊を固めたので、まあ、これは今回ゾックで固めてしまって、こう動きを制していくと。で残ったところのこうなんだ、バラバラになっているところ、これは倒してしまった方が被害少ないと思うので倒しちゃいます。まずゾック、シドニーは南部のこの拠点ね。でこのガンダムが位置的に厄介な感じですよね。どうするかっていうと、まあ、このラインですよね。このラインに絶対に切らないといけないので、この南のこの拠点を制圧しないといけないからね。これが間接攻撃部隊ですよね、これ。ジムスナイパー2とあとキャノンタイプがいるのか。いいか、とりあえず土台ぶつけられなかったらそこぶつけようか。もうジムスナイパー2ですよね。これかなり強敵なんで、まあ、可能な限りダメージ与えよう。あとはここ固めておきたいので、そうだよね、完全にここは囲んでしまおう。まあここは開くけどね。ファットアンクルはここで撃たれたくないから、ここかな。じゃここで散布する、これでいいな。でここも散布して、このファットアンクルは南に向かわせるか。あ、待て待て待て、制圧、マゼラベースを乗っけて、この拠点ですね、後回ししたので少
こを取らないといけないと。ズゴックでこれを狙う。でこれ囲んでしまうとゾックで囲んでいきます。まあこんな感じでね、ここも避難する。とりあえずこのターンはここを囲んでしまいましたね。これでいいかなと思います。この辺りは、まあ、基本的に倒していきたいんだが、じゃあズゴックで制圧、索敵、これかなりこの辺は強めですよね。だから集中するだったらこの辺ですね。あと関節攻撃も、あこれ、あフラウボだ、アムロ連れてくればよかったね。あの君には戦闘は無理だよっつって、あのクソ野郎のアムロ見れたのにねまあいいか。あこちら竜だった。あなるほどね。ハヤトが話があるんじゃないか、もしかして。ハヤト話ありますよねきっとね。あカイ、カイが手ぐすね引いてフライボーを待ち受けておりました。さあこのターンではぐれたとこを倒していく。これどうなんだろう、どこまでやれるのか。これ十分に観察目が集められてないけどな、まあ、やらないのはだいぶいいんじゃないか。うん、あジムスナイパーカスタム、抜け抜けとよくもまあ、カイとフラウボーがこんなところでやられるものか。うん、ハヤトとリュウ視観光法制だからって選ぶってんじゃねえや あと陸戦型ガンダムですね、空から、うん、反撃なしか。まだ撃ってくるぞ、ジムカイとガンキャノン量産型。ここはゴッグでやる関節攻撃。よしよしよし、いい感じいい感じ。さあ敵の行動どんな感じでしょうか。被害なるべく少なめでいきたいところ。うん、ゴッグ撃たれてますね。反撃だ、ゾック、ゴック、ゴック。ガンダムに撃たれてるのか。うん、反撃しないよりはいいかな。いや、防御され意外と持つかもしれないか。打ち返す。うん。まあ、持ってくれると思うんだ。よし。まあ、被害最小限なんじゃないか。まあ、とりあえず制圧を進めていく。ここはね。次のターンで取れます。あとは戦力を真ん中にってことですよね。さあこのターンもボコスカやっちまう。よしよし、全滅。苦戦型ガンダムに引導を渡すのだ。バズーカが当たるかどうか。当たってるのか当たってないのかよくわかんないけど、まあ、とりあえず射撃倒したから当たってんだろう。部下に負けてらんないもんな。一刀両断、制圧、はい制圧、ガルマで制圧、カイ全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。報告します、我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。うまくいった。連邦軍の戦力は低下し、連邦軍本拠地ジャブローの攻略が可能です。ジャブロー制圧作戦を提案します。これより我が軍は連邦軍本拠地ジャブローに対する攻略作戦を開始する。諸君らの健闘に期待する。さあ生産状況見てみるか。まあ41部隊がとてつもなく増えるっていうことですね。とにかくあの進行できるまでまだ時間がかかるので、我が軍はかつてない大部隊と直面することになるということですね。でしかもネオジオンも進行してきているので、今年のあれはここが正念場です。まあ、とにかく南米1と2を制圧してジャブローを包囲します。はい、南米2、ここは絶対に取る。このターンで制圧するぞ。増援来てますね。あーアルビオンですね。これは厄介だ。
やれるか。よしよし。大したことはないな。迂闊なんだよ。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。さあハワイ、ここには部隊を送っておく必要があるのだ。遅くてもいいので、ね、これゴック置いておいて、とにかく部隊を送られてほしくないので、こうなるべくここの攻略を遅らせるということですね。はい、ハワイはネオジオンの3つの拠点の中のこう真ん中に位置するわけなんだから、キャリフォルニアと北京の中央に位置してるわけですね。だから敵部隊を分断する効果がある。もちろん米陸海峡があるので完全に分断できるわけではないんですけど、ここを戦闘状態にしておくとかなり有利なはず。はい、ジャブロー。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。敵部隊数68か。まあとりあえずとんでもない数だったことだね。で、最前通り敵部隊を誘導する。この辺りに誘導する。うん、悪くない、いい感じ、いい感じ。この勝利が歴史を変える、そのきっかけとなればよいが。勝ったつもりでやがる。大変いい形ですね。さあ南米一敵部隊送ってきたぞ。7部隊か。うん、アルビアンこっちに来たのか。敵部隊が退却しました。我が軍の勝利です。戦闘を再開します。ここ部隊を送りましたね。連邦軍が次のターンで消滅するので、ここは自動的に取れるはずだ。マドラ攻められた。何が来たか。ズゴックが1、ズゴックいいかな。あとザクマリナ。まあ多分大丈夫だろう、グラボロなんで。ここですね。この拠点に座るぞ。はい、オーストラリア上空。ちょっとガルバラが2部隊来てるな。まあ、ガルバラでアルファが、まあ、合計2部隊って、3部隊目が、なんだろう、ゲルグーかな。結構ここ強いですよね。まあ、ちょっととりあえず、アムロを居座らせようかな、ここは。一人でやるの難しいかな。まあ、いや、とりあえずツダこっちに飛ばしておこうか。まあ、ちょっとできるところまでやろう。次のターンでおそらくは、敵は攻撃してくる。関節攻撃やめとこうかな。ここはね。まあ、いや、索敵だけやっておこう。うん、禁止してきた。ここで打ち返していく。アムロ、行きまーす。結構もらうな。やはりさすがに、敵は高性能なことだけはある。よし。でもガルバディ倒しましたね。やったのか。これで近接索敵、ガルバレードとゲリグイエーガーか。なるほど、パイロットはどこにいる。これか。あ、なるほど、弱めですね。アムロ、うまくやれよ。よしよ、さすがアムロ。まあ関節攻撃なんで大丈夫でしょう。倒せると思ってるのか。甘いぞ。全然平気で、回復して次のターンで仕切り直しかな。戦闘を中断します。ジャプロ上空ですね。ここはまあ制圧されてもいいんだけど。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。まあ一応見ておこうか。あ、ゲルググですね。量産型かな。まあいいや、とりあえずインド上空の方に引き寄せるぞ。戦闘を中断します。諜報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。よし、ではこのターンで決めるぞ。全軍を送り込む。連邦軍の終焉を見届けようではないか。さあメキシコ取るぞ。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。
ここは連邦の領地ですけども、連邦が消滅すれば自動的に制圧したことになる。よしやるか。敵部隊数81。戦闘を再開します。まずはですね、大西洋からの部隊ですけど、これはゾックをこの拠点ズゴックで制圧で、ドップを移動させますね。ここ敵殺到した場合保守しないといけない、うん、という感じで、使わない部隊は退却でいいね。退却します。敵部隊の積極性を上げるためです。はい、南米2の部隊、南米2の部隊はまずここを制圧するわけなんだが、その前にあれか、第一陣か、第一陣広げておきます。航空部隊はこの辺にいるんだけど、こいつらの足止めをこのターンだけでも行う。ドップを北側に移動させる。まあ、それと同時に敵部隊をこうゾックで移動を封じていく。こんな感じでね。でこの拠点を制圧する。で最善の通り使わない部隊を退却する。敵部隊の積極性を上げる。南米1の部隊、南米1から敵も退却してきたので、これ邪魔なんですけど、まあ、とりあえずこれは無視して、ここね、あの三角巣みたいになっている。でここが荒野で、だから三角巣の出口はここにあるんですね。あとはね、南側にもあるんだけど、南側だと大回りになるので、とりあえず南側を無視して、ここの部隊、ここは封じておく必要があるかなと。そうすれば敵部隊の移動はかなり妨げられるはず。まあ、とりあえずゾックをなるべく前に出す。こいつ制圧用ですね。策敵しようか。無人のジムスナイパーはちょっとジムコマンド、こいつを倒さないといけないという状況かな。なるべく散布しながら航空機でガウとファッタンクを移動させます。ドップ1部隊でここを封じます。という感じで、さあ敵の行動どんな感じでしょうか。右下の部隊第1陣に釣られるかどうか。うん、いい感じで釣られてますね。うん、とりあえずジムカスタム足止めてますね。いい感じ、いい感じ。うん、敵も拠点の外に出ている。積極性上げたからですね。うまくいってる。よし、このゾックを退却させるぞ。退却、ここも退却する。でここにドップを常に置いておくってことですね。おそらく真ん中に戻ってくると思うんだ。でここがここ川流れてますよね。だこれ利用できるんだけど、ここ通行可能なので、ここを埋める必要があるな。まあでもそこまで移動力が高いユニットはいないと思うんだが、大丈夫だと思う。この川を利用しつつ、ここが密林ですね。ここですね。ここに部隊を置く。この辺で防衛していく。またここですよね。地獄が退却でいいですね。その航空機がこの拠点に押し寄せてくる可能性があるので、ここはユニットを置いておこう。こういう感じしようか。制圧、ね、この北部の拠点一番取りづらいからね。ドア近いか。制圧、このジムスナイパーを倒すか。倒した方が被害が少ないかもしれないか。よし、完全にうまくいったな。はい、ガルマで制圧。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。報告します。我が軍は連邦軍本拠地ジャブロの制圧に成功しました。連邦軍は滅亡です。連邦を倒した。さあアムロが帰ってきた。オーストラリア上空、まあ、アムロさんにかかれば無人のバラバラくらいはね、まあ、倒しづらいんだけどね。でもアムロだったらやってくれんじゃないか。よしよしよし。これが戦いってことなんで、あとデミトリのバラバラ、まあ、このぐらいアムロだったら楽勝だと思うんだけど、まあ、とりあえずロックできるんだったらそっちの方がいいので、ここはそれ狙ってみよう。このターンでアムロは退却。
戦闘を中断します、うん、ロックできそうですね。じゃあゲルグが来てんだよな。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。我が社は機軍に協力するため技術提供を行うことを決定しました。諜報部より敵開発プランの奪取に成功したと報告がありました。諜報部の報告をご覧になりますか。諜報部仕事してるね。何なの、嘘だろ。まあね、技術が全然足んないんだけどパーフェクト15来ちゃったね。すごいね。運が良かったんだろうな、きっと。日頃の行いがいいからかな。連邦軍を虐殺してる日頃の行いが良かったんじゃないかな、もしかして。まあ、ということで連邦を倒したと。で、メキシコも取りました。アフリカにも無事取れました。インドネシアも取れたという状況。そして、ハワイ攻略作戦を連邦から我が軍は引き継ぎましたという感じですね。宇宙の状況はこんな感じですね。ネオチオンが攻めてきているので、まあ、防衛戦をやっているという状況です。次回は対ネオチオン戦始まります。ということで今回はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。戦略82ターン。前回連邦軍を倒しまして、今回はネオチオンの拠点に対する進攻を再開します。カリフォルニア、ハワイ、北京の順番で攻略していきます。宇宙船、地球上空とその近傍の防衛戦が続いております。宇宙攻撃軍はこれをゆっくりと平定してからソロモンに部隊を集めてサイド1アーバー空に進行していきます。宇宙船ゆっくりやりたい理由は地上で生産を激しく宇宙ではゆっくりやってほしいからです。戦略の最終目標はネオジオ本拠地サイド3です。さあではやってみましょう。さあカリフォルニア、敵部隊数17。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ちょっと増えた。リザードザクが来ていますね。なるほど。まあ、とにかく敵部隊を陽動かけたいと、この辺の山岳地帯に目いっぱい右下に誘導する。戦闘を中断します。うん、まあまあ負けた。ハワイに進行。戦闘を再開します。とりあえずここは敵を攻撃するんじゃなくてこの拠点を取りたいと。この拠点を取ると、ハワイじゃなかった日本近海の拠点につなぐことができるわけです。制圧する、これ大丈夫だな。ご采配をお願いします。さあうまくいくかな。とりあえず送るぞ、舞台を送る。まあ、ここはこのターンで決めたい。私増援ありそうなので気をつけたいかなという状況。日本からハワイに増援があるかどうか、これが怪しい。まあいいや、とりあえず送れるものを送っておこう。はい、カナダ1、これは敵部隊の増援ですね。10部隊。まあこいつらはここに足止めかけたいが、まあ、このターンだけでは持ってくれれば。戦闘を中断します。はい、キャリフォルニア、このターンで取るぞ。敵部隊をこう中心基地キャリフォルニアにこう戻らせないようにするっていうことですね。だからこの戦略ラインを切ります。ドップをここですね。グフをとりあえずここに向かわせる。ここは絶対取らなきゃいけない。これはガルマなので散布、ガルマを守りつつこう真ん中に向かわせたいので、こんな感じで守れるかなと。あとはカイで制圧、索敵失敗する、隊列カイ、ハヤト、無人のドーム、こいつをとりあえず狙っていこう。索敵してやってやりたいところだが、散布、索敵、よしできた。ゲルググマリネ1部隊、まあ、これでいいかな。まあ、ガルマを真ん中に向かわせるってことですね。敵部隊をかわしつつで、メキシコらの部隊、まあ、とりあえずこの戦略ラインをやはり切る。で、1部隊ゴックをここに置いて制圧する。ゾック、ノリカ、次のターンで
ゾックは水に出られるようにする。こいつを北に向かわせる。へっ、抜け抜けと。頑張れ頑張れ。よし。さあ敵の行動どんな感じでしょうか。うん、とりあえずおとりにくっついてこいつ戻ってくるのか。なるほどなるほど。うん、ガウ狙われてますね。このくらいだったら大丈夫だろう。よし、カイたちはここ死守してもらおう。で、これ囲んでしまう。あと、ここも囲んでしまう。あ、こんな感じにしようか。うん、ここからゾックを北側に向かわすぞ。この移動力、さすがです。真ん中にいるのは J 型とドドアイ。よし、と制圧行動を進めていく。ガルマがいける。問題なくうまくいきました。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。まあこのぐらいなら余裕だね。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。さあハワイ、どのみち次のターンでカリフォルニア攻略した主力が来るんで、まあ、急ぐ必要はないんだが、まあ、やっていきましょう。ここまでやってくれるか。硬いなぁ。でも動くためましたんで。ガルバルデアルファとプレゼントアーチ、これはもっと硬いですよ。基地の上に乗ってますね。あ、でもそれなりに減らしてくれましたね。この調子だとやってくれるんだろうか。よし、うわぁ、うん、ここもいい感じでいけんじゃないか。あともうちょいじゃないか。まさか俺がやられるなんて。いますか。対空を微妙なことになったかな、こいつは。よしよしよし。さあ日本、ここに部隊を送っておきたいんですよね。ここですよね。ここにですね、グラブロを置いておけば、まあ、しばらく安全かなと思ってんだけど、なんとか持ちそうだよね。よし、これで制圧した。ここ散布する。あとはここに可能な限り座る。戦闘を中断します。なんとか持ってる感じだな。さあ虫の息のハワイ、この種取る。ガルマ、カイ、ハヤト、夢の共演。ドムトロピカルテストタイプにも役目を与えてやろうみたいなね。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。諜報部より敵開発プランの奪取に成功したと報告がありました。諜報部の報告をご覧になりますか。諜報部やる気になっとるね、最近はさ。嘘だろマジかよ。いや、パーフェクトジオングに引き続き、この度重なる訓行にガルマとしては報いねばならないかな。これはご飯にファミチキつけてよしみたいな。しかも適正足りている。これはもう開発するしかないね。で、カイとハヤトを解任しておきます。さあ日本近海、東京の僕ん家の上あたりにいるパーフェクトジオング。やったやった。デクノボーだな。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。北京への進行ルートを確保。北京攻略戦、敵部隊数34。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。今回が最後の地上戦かなと。敵部隊の編成は、ガウがいて、ザンジバル、カイかな。あとはペゼントワンチ、ドワンチ、カイ、ゲルク、マニーネ、デザートザク、ケンプファー、ハイゴッグ、06J という感じになっている。まあ敵はかなり強力ですね。
この山東半島南部の航海のこの辺りに敵部隊を釣る。そして次のターンが勝負だ。そしてこの拠点、海洋の拠点は死守する。制圧、この辺りがいいかなと。ここで散布して、さあ北京このターンで決める。中心基地北京にいるのはアクトザクと、あとなんだろうっていう、なんかザク系かな、なんとかですねという感じらしい。でこれ、内モンゴル自治区のこの2つの内陸の拠点に、これを制圧するためにクフを、こいつはあのキャルフォルニアを制圧して打ち上げて、そんで持って降下した部隊ですね。これをですね、この2つの拠点に移動させる。で一部隊をここですね、この内陸の西安に向けて移動させる。今回この拠点を取るのが一番難しい。で敵部隊近いのでうまくいくかどうかわからないので、もう一部隊ですね、この山東半島を迂回して、2方面からこの西安を制圧しに向かわせる。そして戦力をですね、主力を北海に移動させて、この残った2部隊の排除を行うと同時に、ここですね、瀋陽に向けて制圧部隊を移動させる。そしてこの拠点を死守します。この海洋の拠点ですね。そしてですね、この敵部隊の主力を航空部隊の軌道によって制します。で戦力の大部分をここに残しておきます。敵部隊をこの辺りに誘引します。さあどんな感じかな、うまく移動してくれるか。とりあえず山東半島に移動してますね。あ、 H11 狙われているか。いい感じでグラブルを取りになってくれてますね。ゾックを移動させるか。ここまで来るな。まあいいか。アクトザック釣れるかもしれないぞ、これ。ガルマのユーコンここに置いとこうか。この辺り釣れるかもしれないんで。アクトザック移動させるぞ、ここに。で、ズゴック一部隊。ストップ。このターンじゃ、このライン、この戦略ライン切りますか。敵部隊を移動させない。とりあえず残しておく。これ J 型の C 武装なので、多分倒されることないと思う。アクトザクやっぱ来たね。防御。よしよしよし。よし、そのアクトザク倒しとくか。ここでいいかな。で、散布。で、制圧も進めていく。このゾック一部隊を、こういうとこにしといてやるか。で内陸には向かわせ、次のターンでいけるかな。でこれをグフがいけるかもしれないけどな。まあいいや、次のターンでグフいけるな。切っておかないと。こういうふうに敵部隊を移動させない。甘さを捨てた私には不可能などない。行くぞ。よしよし。敵は封じている。瀋陽と、中心基地の北京、西安、全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。水中にガンキャノンいたね、今回は。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。ザクカイ、さあ、ザクカイこと FZ 型のザク見てみますか。F2 型を高性能化するとザクカイ FZ にできます。だいたい指揮官用のザクって言いますよね。 S 型の1機編成のあれを3機編成したような感じの性能です。初期配備の F2 を、9部隊いるんですけど、これは全部高性能化します。で、サイド1に進行して、アーパー6に進行します。せっかくなんでね、ザク回を大量生産して、サイド3に投入しようかなと思ってます。資金も資源もかなり余ってますんで、使い時ではないかなと。さあサイド1取ります。ザク回敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。アーバー奥への進行ルートを確保。
報告します。あ、我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。アバワーク無血解除。戦略91ターン。さあ、ネオジオの残った拠点サイド3とグラナダを攻略します。前回最終決戦はサイド3になると申し上げましたが、あれは嘘だ。最終決戦はつまり敵本拠地はグラナダです。なんという歯切れの悪い実況プレイ。まあ、とにかくサイド3を奪還してからグラナダへ向かいますけども、サイド3に関してはかなり手薄になりそうですね。まあ、ゲリググメインって感じですけど、あの半分以上は短期決戦なので見た目通りの強さではないかなという状況になりそうですね。で、敵本拠地グラナダですけど40部隊超えそうで、まあ、かなり激しくなりそうですが、多分数字よりも強い。なぜかというとネオジオン虎の子のニュータイプ隊が丸ごと健在のはずなので、かなり手強いんじゃないかなと思っておりますってことなんで、今回はこのシナリオをクリアまで持っていこうじゃないか。最終決戦はね、かなり楽しめるじゃないかな。さあサイド3、敵部隊数12か。あれ、思ったより増えた。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。増援が来てるか。あ、感染か。なるほど。あ、ザンジバル3隻も来たんだ。まあ、これ倒せるとラッキーかなという状況ですね。さあ、じゃあやっていきますかね。ガルバルディダメージ当たりますかね。こちらに気づいたか。来るのか。仕留めてみせる。まあ、でもここまでやればとりあえずいいか。うん。あ、こうなりましたか。なるほど。なるほどなるほど。アムロ、行きまーす。格闘反撃、今回初めて見てくれたね。見せてくれたね。やったのか。右舷の攻撃に集中しろ。さあ、できるかな。これはスキューレです。さあ、深い。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。よし、あとはグラナダだけ。ネオジオンの戦力は低下し、ネオジオン本拠地グラナダの攻略が可能です。グラナダ制圧作戦を提案します。我が社は機軍に協力するため技術提供を行うことを決定しました。これより我が軍はネオジオン本拠地グラナダに対する攻略作戦を開始する。諸君らの健闘に期待する。よし、じゃあまずはね、ザク海ザク海の嵐を叩き込んでやるわ。さあグラナダ、まずはこいつで奴らを弱らせる。委任です。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ネオジオン士官数9ってなってますね。多分シャアもいるじゃないかな。シャア生き延びることができるかなこれ。認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ち、ふわーみたいな感じになりますよ多分。あー、士官数減ってますね。よしよし、いい感じじゃないの。戦闘を中断します。報告します。我々の中立地帯への出兵に対し各地で非難の声が上がっているようです。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。ドム強化型の開発、 MS-09 の極地線強化型の開発を行う。脚部のスラスターインテック部にダストフィルターを装着することで機体の運用性を高める。技術レベル自然に上がっちゃうので技術提供っていうのかな、で上がってっちゃったってことはね、今更トーロペン作ってしょうがないんで、
まあいいや、中立地帯云々っていうのはこれですね。ズタをですね、ここフォンブラウンに移動させました。これ逆側から制圧できればいいかなと。まあで主力はですね、宇宙13からの進行です。さあまあこんな状況になってますね。あ、シャア生き延びてるね。よかったよかった。ラスボス不在じゃね、退屈だもんな。あとはエルメスがここにいて、あとこれもエルメスか。あれフラナガンブーンですね。あれこれがじゃあララかな。なるほど。まあモビルアーマーに気をつける必要がありそうですね。よし、じゃあやってみようか。よし、最後の戦い。まあだいぶこうね、特殊な状況からですけれども、とにかく、まあ、考え方としてはなるべく拠点を制圧して敵部隊の補給を断ちながら戦うってことですね。はい、まずここ制圧します。フォンブラウン方面の拠点ね。あと真ん中に向かわせるかな、このズタワーで。残ったザク海はこことか、あるいはこことか制圧できればいいかなと思うんだが、まあ、バラバラに移動していってみるか。まあこれでいいか。で宇宙11方面から、これはねおとりになればいいかなと思うんですけど、はい。で主力の宇宙13方面の部隊ですが、とりあえずここまず制圧せず、この戦略内ありますね。ここをですね生かしたまま真ん中の方に、特にこの塊ですよね、ここを制圧していければいいかなと思います。とりあえずこのザックはいいところにいるので、ここを制圧してもらいましょう。あとはズダをここに向かわせたいかな。次のターンでいければ、まあこれでいいか。とりあえずさあ敵どんな風に動くか。アムロ行きまーす。まあなるべく敵を合流させないように敵を攻撃できればいいかなと思うんだよね。さあどんな感じでしょうか。いい感じで敵は誘導できましたね。ガルバラで2部隊ビグラングの方に来たのか。これ防御だな。お前らなど物の数ではないわ。なるほど、上の方に溜まってますね、やっぱり。なるほど、パーフェクトジュンが赤鼻笑えるよね。こちら側このエルメスララかな。うん、シャアのガンダムがおとりの方にくっついてきてますね。どうするかと、かく乱してザッカイで撃てるなんて撃とうか。いや無人じゃないか。とりあえずガンダム囲んでみようか。で、アムロをなるべく前に出したい。いや、ガルバレディ倒しちゃおうか。それでもいいな。ガルバレディやってもらいましょう。サック敵。あー、ジオングシャリアブルか。これは強敵か。ここで、おっこ。かくらん。いや、これに火力を集中するべきか。どうかな、ジオングどこまでやれるか。うん、全然ですね、無傷じゃないか。こんだけ攻撃しておいて、まあいいか。アムロ行きまーす。うん、調子いいじゃないか。これ無人のエルメスでしたね。やたらボロボロな気がするんだよね。継ぎはぎ目立ちますよね。まあこれは大丈夫でしょう。ゲルググネス型、初期生産型ってやつだね。
さあどんな感じかな。うん、エルムスダンジバラ狙ってるのか、フラナガン分のやつか。ニュータイプ全体の平和のためには仕方のないことなのだ。ガンダム見ますか。今回初めて見ますよね。その機体では話にならんな。火事起こっている。よし、とりあえずこの孤立してるところを撃っていきますか。当たらない、当たらないね。早い、早いよ。こういう時慌てた方が負けなのよね。うん、シャリアブルのジオンですよ。どこまでやれるか。さすがの海の芸力部でも角度ダメ。うん、まあそこそこかな。あともうちょっと。ケンプファー赤鼻がジオン君ではどうなってって、なんでそうなっちゃったのかみたいな。マリオンとかクスコとかいないのかな。てかララーもいないしな。さあどんな感じかな。うん、いい感じだね。うん、なんかすごくいい感じでうまいこと言ってますね。その期待では話にならんな。期待に断る。ここまでうまくいくとは。あとこれか、アムロを向かわせてやるか。ちょっとね、セリフぐらいは回収したいかな。エレメス倒しちゃう。まさか君と戦うことになろうとは。だがまだ間に合う。私が何とかする。投降するんだ。シャア、だから坊やだというのだ。君はいい友人であったが、今は敵同士だということを忘れるな。間に合うかな。間に合うかな。いや間に合わないでしょ。早い、早いよ。アムロ行きまーす。左上ね。シャ、全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。爆散。報告します。我が軍はネオジオン本拠地グラナダの制圧に成功しました。ネオジオンは滅亡です。いや、シャア爆破しやったね。敵全勢力の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。いやクリアした。あれ、なんか音楽なくない？フリーズしちゃってるもんね。いや、参ったなぁ。せっかくクリアしたのにな。なんか閉まらない終わり方なんだけど。まあいいか、感想喋るか？まあ、この勢力は、多分、一番難しい勢力なんじゃないかと思ってるんで。で、さらに難しい条件でクリアできたし。で、なおかつね、結構ユニークな条件で。プレイできたんで、まあ良かったんじゃないかなと思っております。あとね、まあ攻略の、なんだろう、方法とかも、多分他の、たくさんもう上がってると思うんだよね、新生ジオンね、YouTube 上にね。だけど他の動画とはルーを見ない攻略だったんじゃないかなと思うんで、まあそれもまあ良かったんじゃないかなと思いました。一番ね、心配だったことは、まあ本体の調子が悪くて、バグるってこともそうなんだけど、難易度がね、こう、下がりすぎちゃっ
ったりしないかなみたいな、ぬるげになったら困るなみたいな、そういう心配あったんですけども、まあ、そういうこともなく、まあそこそこ難易度高くて良かったんじゃないかなと思いました。うん、まあそういう感じですね。戦闘を再開します。さあ、まあ締まらない終わり方だったからっていうわけじゃないんだけどね、シャアとアムロの戦い、まあ、決着を見届けようじゃないか。君ほどのニュータイプなら本当の敵が何者か分かるはずだ。同志になれアムロ君。正気か、同志、本当の敵、ニュータイプなら分かり合えるということか。本当の敵はガルマってことなんですかね。それってからかな。ディレンはもう多分倒したんだろうしな。あ、格闘なしで大丈夫でした。これが戦い、やらなければ僕がやられていたんだ。はい、これで、新生ジオンは一応終わりにしようかなと思っております。まあ今回みたいな、まあ、引きこもりプレイっていうんですか、アムロの加入を待ってからプレイするみたいな、あのそういうプレイは、まあ、他の勢力やっても面白いかなと思ってるんですけど、まあね、今回はまあリクエストがあったんで新生ジオンを選びましたけどね。まあでも多分あの一番難しいのは、さっきも言ったけどね、一番難しいのは新生ジオンっていうことなんで、まあこれはこれで良かったかなと思います。でまあこういうプレイは例えばネオジオンキャスバルとかね、あとはあの正統ジオンとかね、やってもあの面白いと思ってはいるんで、もしかしたらまた機会があればプレイするかもしれないかなと、まあそんな風に思っている。で次回はね、あの連邦やろうかと思ってるんですけど、以前いただいた米でクリアできるかできないかギリギリのところでプレイしてほしいっていう、そういうリクエストをいただいていません。なのでかなり難しめのプレイを予定しております。ただねそのプレイね、あのマジで積むかもしれないんで、あのゲームオーバー何度もなりながら何度もリトライするみたいな、そういう形になるかもしれないし、あるいはあの途中でこうクリアできませんでした、申し訳ございませんでしたっていう風になる可能性もある、あのそんな感じですね。だからまあちょっとね、クリアできるか本当わかんないんで、あの僕も手探りでやってみようかなと思ってるんですけどね。はい、じゃあ今回はここで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。